どうも、美大生 YouTuber のマイケルです。今回は忙しい皆さんのためにですね、1時間40分ですね、デッサンの最初の1時間40分を10倍速にして圧縮しました。急ぎ目でね、解説していこうと思います。今回書いている石膏像が Amazon という石膏像ですね。最初当たりを取って、デスケル見てますね。これデスケル見て、だいたい構図ですね、僕が見るのはデスケルで見るのは構図だけですね。そしてだいたいその顎の位置とですね、収まりを入れていって、そこからどんどんつなげていって、点でつないだ後に面で捉えるという、ここからここが首の正面、側面、右側面、左側面という風に区切っていく感じですね。それでなんかパズルのように最初ははめていきますね、パーツごとに。それで一旦そのもののね、全体像を出して、狂っているところを少しずつ修正していくと、そして色をのせていくといった感じですね。全ての作業を同時に行いたい感じです。割とね、最近の傾向を見ていると、これでもかなり慎重なね、描き方な気がしますね。もっとね、最近の受験生の人たちはゴリゴリ決めていくような印象がありますね。自分のやりやすいやり方でやりましょう。それが一番だと思います。常々楽しく描こうみたいなことを言ってるんですけど、今ね、ちょっとそれを言っている時期ではなくなってしまいましたので、詳しくはちょっとね、察してほしいところがあるんですけど、2月といったらあれがね、ありますので、美大受験っていうビッグイベントがありますので、今回はちょっとね、バランスいい書き出しっていうのを目指しましたね。毎回かっこよく終わろうみたいなね、感じで書いているんですけど、今回はそのバランスよく6時間書く想定で、1時間40分だったらこれくらいだろうなみたいな作業ペースで考えて書きましたね。で、黒をね、どんどん乗せていくんですけど、いつもだったらここ目立つね、濃い黒を捉えて、それでなんか印象を確認しつつ、なんかね、味わい深いみたいなやり方でやってるんですけど、今回はその面積、その面で捉えているので、全部の面をどの色に属するかっていうのを振り分けながらね、最初に全面塗る感じですね。一番明るいところは抜いて、それ以外の面はどこに属するかっていうのを考えながら、全部の面を埋めていくように意識しております。今回はちょっとね、急ぎ目ということでしょうか。このね、石膏のこの位置自体にあんまり僕がね、感動を覚えることがないっていうのもありますね。なので、ちょっとこう機械的に描いてみると、そういう時はそういう対策もあってもいいんじゃないでしょうか。ちょっと顎、やっぱね、濃い黒を次に入れていく感じですね。一回その面で組み立てた後は、濃い黒でまた印象を捉えていくっていう、面積で塗るっていう作業がちょっと多めに入ってくる感じでしょうか、いつもより。いつもの動画気になるっていう方は、その、過去動画をね、漁ってみてくれればと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。今回1時間40分のデッサンを10倍速に圧縮してるんですけど、フルタイムのやつもね、近いうちに出すので、そちらも見ていただければと思います。どちらかというと、これは息抜き動画に見てほしいっていう気持ちもありますね。鼻の形捉えていきます。影面とね、光面って右と左で若干違うんですけど、ただ黒い塊をね、ボンって置くんじゃなくて、左右でどういう違いがあるのかっていうのを早めに置いていけるといいんじゃないでしょうか。で、鼻と唇と顎ですね。その後鼻に行きまして、そのまま上に登っていって、目玉のあのくぼみですね、に黒色をのせていきました。ちょっとずつね、調整しつつ、他の部位との関係を見つつ、黒色をのせていくっていう感じですね。で、髪の毛にもね、濃い黒が入ってきましたね。で、ヘルメットにも若干入ってくる感じですね。これは僕の場合、ちょっとでまだ不器用と言いますか、感覚がまだ鋭くないので、ちょっとね、濃いめに乗ってたり浅めに乗ってたりっていうのがあるんですけど、それを後半に調整しつつ、どんどん描き進めていくっていう感じですね。最終的にはかっこよくリアルになればいいっていう感じですね。難しいことは考えずにっていつも言ってることになっちゃうんですけど、リアルにね、自分の中のリアルを追求すればいいっていうのが真理ですので、そのため、その見えないものをどれだけ見れるかっていうところがね、ありますよね。この面の組み立てとか結構見ようと思わないと見れないので、なんでその全体白い石膏像っていうのがやっぱり頭にあるので、色ってね、全体にのせるの最初の方だと難しいんですね。
でも立体を描くことなので、それこそがリアルにね近づいていくので、この紙で表現できる白の限界って、この紙の白がね限界なんで、まあそこを考えると、それに対してってことは、この白っていうのは蛍光灯とか光の白に設定されるわけで、それに比べたらやっぱり石膏像って色乗ってるんですよね、白に比べたら。っていう考え方でどんどん進めていくと、本当に見た目もリアルになっていくというね、やりすぎは良くないですけど、手になじませるって感じですね、感覚を。で、まあまんべんなく今回作業してますね。いつも顔ばっかり描いてとかってあるんですけど、まあ顔ばっかり描いてますけど、これも。はい、まあ、今カメラの都合ちょっと切れましたね。まあ基本はノーカットですね、これも。ノーカットで10倍速にしています。ちょっとカメラの位置変えたりっていうのがあるんで、ちょっと切れたりするんですけど。あそこ黒いですね、あのヘルメットとね、おでこの間のところ黒いですから、どんどん上から描いていく感じでしょうかね。あの両目黒入れたんで、今度は髪の毛ですね。あの正面の髪の毛がやっぱり一番具体的に出てくるところなので、あの具体的っていうのは、まあ、あの白と黒のね変わりが見えやすい感じになってくるので、そこを捉えて、まああとはね、最初の方はサイドのね、右左の両サイドの黒、濃い黒はまあ、逃がすようにちょっと黒の塊を入れておくと、見やすくなって比べやすくなるっていうのがありますね。僕こうなんか慎重派なんで、割とそういう描き方をしますね。結構技巧派の人だと結構ゴリゴリ描いて、でまあ描きながらどんどん調整していくっていうことができるタイプもいると思いますね。そういう人は強いですね、めちゃくちゃ。で 顎から首のねつなぎ目にどんどんいくんです。これ結構難しいんですよね。あの顎の下の反射光っていうのがあって、反射光ってあの石膏に光が当たって、それが反射して顎に当たるんですね。つまり胸とか首とかの光、胸とか首に当たった光が反射して顎に当たるという、一番下の面なのにちょっとね明るくなるという仕組みなんですけど、反射光っていうのは、まあ、それがねまあ難しい。どれくらい黒いかって、あの反射光ばっかり近めで描いてるとすごい明るくしちゃうんですけど、結構そのルールにもね収まってくれるんですよ。透明で見て、あの一面がグレーで下の面がちょっと黒いっていうルールに大きくのっとってくれた上で、ちょっと明るいのかっていう吟味をねどんどんしていって、リアルにしていくという感じですね。まあ、現代って言ったらおかしいですけど、結構ピント合わせるっていうのはミソになっている気がしますね、最近の。ピントを合わせないまでもいいバランスで自分の中でできる最大限の表現をするという、まあ、リアルに描けるということですね。難しいと感じたらもうリアルに描けばいいんだっていう方向にみんなシフトしてくれればと思います。まあ、あのちょっとずつね、そのルールを組み立てていくというか、細かいところまでルールを組み立てていきます。まあね、若干遠目がね、出来上がるか出来上がんないかくらいのところで今回終わりますから、はい、まあこれで1時間40分完成になるんですが、まあ、あのね7時間描いていくとこんな感じになるよっていうのがこちらなんですけど、まあ、全然違う石膏像なんですけど、大体ねあの細かい作業をどんどん載せてって吟味していくと、こういうデッサンになっていくという、これが7時間半ですね。まあ、実際の試験時間は6時間半、まあ、あるいは7時間なので、まあ普通に急げば間に合うかなくらいのペースですね。あのフルバージョン、今ちょっと倍速で出しましたけど、フルバージョンも出しますので、そちらもよろしければご覧ください。今回はこちらで失礼します。ご視聴ありがとうございました。バーイ。